プジョー504はフランスの自動車会社オートモビルプジョーが1968年から1983年まで製造・販売した中型乗用車。釣り目のヘッドライトと途中からスロープ状になったトランクのデザインが特徴的なスタイルは全身の404同様イタリアのカロッツェリア、ピニファリーナによるデザインである。 技術的にはサスペンションが四輪独立喧嘩になったことが特徴であったが、後に登場するワゴンやセダンの廉価モデルでは、リジット式が用いられた。全体的に手堅い設計であったが、美しいスタイルとバランスの取れた良識的な設計が評価され、同年のヨーロッパカー・オブ・ザ・イヤーを受賞した。当初のエンジンは、直列4気筒を 2800cc で、 キャブレター仕様とインジェクション仕様があったが、後に 2000cc ガーソリン、2100cc、2300cc ディーゼルも追加された。セダンのほか、ワゴンやピックアップ、そして同じくピニファリーナのデザインによる美しい、クーペとカブリオレがあった。クーペとカブリオレには1974年に、ルノー・ボルボと共同開発した V6、エンジン付きモデルも登場した。 耐久性に優れ、アフリカや中南米でも多数が、ライセンス生産され、タクシーにも広く用いられたほか、サファリラリーでも好成績を収めた。1979年に、後継モデルの505が、登場、先代の404同様、徐々にバリエーションを縮小して、世代交代した。日本には当初では、ジャガーの総大利店として知られた、新東洋企業によって、 ガソリンエンジンの対米仕様がごく少数輸入されたが、1973年頃に輸入中止となった。しかし輸入権を引き継いだセゾングループの西部自動車販売が、1980年になって 2300cc ディーゼルを積む 504D の輸入を開始、排ガス規制の対象外であることからほぼ英国仕様のままの姿でありながら、右ハンドル、AT、クーラー、 パワーステアリング付きで300万円を切る価格であったことから好評で当時としては比較的多数が輸入された。しかしこの 504D のクーラーはグローブボックス下に後付けで取り付けられた吊り下げ型で長時間使用すると霜が凍りついたりし快適とはほど遠かった。またディーゼル特有の始動時の予熱の必要性、騒音の大きさなどにより 乗用車としての使いがあっては、決して良くなかった。ありがとうございます。